とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もコメントいただきました。ありがとうございます。タワーの高速周回の方法をコメントでもらったんですよね。で、それが結構簡単でおすすめできるやつだったので、ちょっと紹介したいと思います。とりあえず6階のショートカットの場所までまずは行きましょう。6階ショートカット、これ必ずやりましょうね。簡単になります。10階の報酬です。いつも通り幽霊マント取りましょう。11階の商人ですね、ここは無視していって OK です。12階の報酬です。ふわふわの羽を取っていきましょう。早くなりますね。そして13階の報酬、ここでブーツですね。この3セットで早いですよ。18階の商人です。こいつも無視していって OK です。23階の報酬です。ここで狩人のアーマーをつけていってください。エンチャントは別にいりません。遠距離ダメージ 30% アップが重要です。そして24階の商人、無視していきましょう。27階の報酬で森の矢筒持っていきましょうね。28階の報酬です。弓ですね、持っていきましょう。それでは30階つきましたね。取ったアイテムっていうのが弓、そして狩人のアーマー、森の矢筒です。で、弓エンチャント入れましょう。虚無の攻撃、そしてオーバーチャージですね。ではボス倒してみましょうか。それではボス倒していきましょう。倒し方はもう説明せずとも OK だと思います。森の矢筒を装備してオーバーチャージを打ち込んでいくっていう方法ですね。はい、こんな感じです。これね、なぜかわかんないけども、イリュージョナーが一発じゃ沈まないことがあるのよ。まあ、大概沈むんだけども、今みたいに倒せない時がある。うん。まあ、なぜかわかんないんだけども、その時その時によって、HP があいつ違うのかな？倒せる時もあれば、倒せない時もあります。なので、まあ、油断しないように言ってください。まあ、ドラモって言ったら確実なんだろうね。だと思います。でもまあ、これ、かなり簡単なので、おすすめです。はい、やってみてください。では、報酬、見てみましょうか。どうだろうね。何が出る？クールダウンショットのみ。違う。月のダガー。流れ込む魂入ってるね。で、輝きもあり。真ん中がよろしくないな。虚無はちょっと、まあ、20% ぐらいはダメージが上がるかな。フォークブランド。微妙。はい。まあまあ、こんなもんでしょう。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。